トバンクホークスの工藤監督とハリー君とハリーちゃんが皆さんのために来てくれました。まずご挨拶を一緒に。こんにちは。こんにちは。あの本当にありがとうございます。今日は、はい、まずですね、あの子どもたちからまずプレゼントがあるみたいなので、はい、長谷川葵くん、あ、そうそうそう、お願いします。はい、では皆さんこんにちは。こんにちは。今年で3年目になるというふうに思います。昨年、日本一に、もうなんとか、なることができたのですね、ファンの皆さん のご声援があってというふうに思っております。それはやっぱり選手にとって、ファンの皆さんの声援というのがですね、何よりも力になるというところもあります。シーズンは勝つことはできませんでしたけど、その悔しい思いをですね、日本シリーズにぶつけて、本当に選手たちはよくやってくれたというふうに思います。本当にファンの皆さんありがとうございました。そして、今年はですね、昨年の悔しさを絶対晴らすという強い思いを持って、これからもうしばらくしたらキャンプが始まります。昨年は怪我が多かったんですけど、怪我をしないように、皆さん祈っていただければというふうに思いますし、僕らは怪我を怖がっていては野球はできませんので、精一杯体を鍛えて心を鍛えて、しっかりシーズンで、今年はリーグ優勝、日本一を絶対取ると、そういう思いを持って、しっかり頑張っていきたいというふうに思います。皆さんの声援が何よりも力になりますので、今後ともご声援よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。やりがいを感じるときってどんな時ですか？はい、一個ずつでいいですか？、はい、やっぱり選手が元気で明るく、いつも選手たちに言ってるのは、明るく元気、そして野球は楽しく真剣にというふうに言ってます。やっぱり怪我をしないで、勝つ負けるはあるんですけど、明るく元気に、そして試合が終わった時に誰も怪我しないで終わったっていう時はですね、ほっとするところもあるんですけど、勝っても負けたとしても、負けたとしてもよし、また明日というふうに気持ちを切り替えることができますので、とにかく うちは怪我をしなければ絶対に勝てるんだという、自分に信念というかですね、確信を持ちながら毎日試合をやってますし、負けた時にでも明日は絶対取り返してやるぞと、ね、明日こそ絶対勝つという強い思いをやってますので、そういう気持ちを常に前に出すようにして毎日の試合をやっております。はい、じゃあやりがいを持って、ね、何かできたらいいですね。はい、じゃあ2つ目。2つ目は監督の息子さんのテレビでの活躍を、水曜日のジップは見ました。で、昨日の家売る女の復習でした。タイトル間違ってない？間違ってないみたいな。いや、カムバックリベンジ違う。あ、家で女のパート2はですね。パート2はですね。途中から見ました。はい。
はい、まあ息子も息子なりに、はい、まあ、はい、そういうことで頑張ってますので、試合としても負けないように、しっかりやりたいなというふうに思います。お時間があったら見てください。どうもありがとうございました。